ジポロです成功するために必要な条件っていうのはねいろいろあるんですけどもその中の一つにですね自己管理がちゃんとできるっていうのがですねあるんですねやっぱりこの自己管理ができないと例えば目先の快楽に流されてしまったりとかあるいは自分の感情をうまくコントロールできずに、まあ、人生を悪化させてしまうみたいな、まあ、そういったことになるわけですねだからまあいろいろ まあ成功者の条件みたいなものっていうのはあると思うんですけど、やっぱこの自分をちゃんと管理できるかっていうのはすごくまあ大きな、ねえー、意味を持っていて、自分の敵は自分自身なんていう、ね、言葉もありますけど、まさにその通りなんですね。僕たちの内側にはもう一人の自分がいて、その自分がですね、すごくまあ甘い言葉をかけてくるわけですね。で、その甘い言葉に乗ってしまって、目先の快楽に流されると。 英語で言うと、インスタントグラティフィケーションなんていうふうに言うんですけど、まあ、すぐに得られる快楽みたいなものですね。そういったものに流されてしまう。これが多くの人がたどる、まあ、道というかね。人間って本能的にそういう目先の快楽を追い求めるっていう、そういうね、えー、本能を持ってるんで、そこをうまくコントロールしないと、まあ、人生はうまくいかない。成功はなかなかつかめないわけですね。このもう一人の自分っていうのはすごく厄介で、 自分にとってね、すごく都合のいいような形で、まあ、甘い言葉をかけてくるわけですね。今日一日ぐらい仕事休んでも大丈夫だよとかね、ちょっとゆっくりしなよとか、例えば自分が痩せたい、ダイエットしたいと思ってるんだったら、たまには甘いもの食べないと、ストレスが溜まって余計太るよみたいな、まあ、そういう甘い言葉を、ね、かけてくるわけですねで。最近買った本、最近届いた本ですごくいい本があって、まだ全部読んでないんですけど、 セルライククレイジーっていうね、本。えー、サブリ・サビーさんかなすごく、まあ、すご腕のセールスマンの人、オーストラリア人の人ですけど、が書いた本があって、さっきチェックしたね、アマゾンでもベストセラー取ってる、めちゃくちゃ売れてる本なんですけど、まあ、その本読んでて、僕自身も最近ちょっとね、こう、テンションというか、気分がバッと落ちてて、なかなかエンジンがかからなかったんですけど、この本まだ、途中、まだ引くんんでないですけど、結構、なん,んですか、またこう、気分的にね、引き締まってきたというか、 まあ、そいうすごいいい本なんですけど、そこに書かれているのがですね、やっぱり一つはとにかく働けっていうふうに言ってましたよね。こう。まあ、寝職を惜しんでじゃないですけど、特に我々みたいなね、駆け出しの人間とかっていうのは、やっぱりね、序盤、人の何倍も働くから成果が出るわけであって、最初からのんびりゆっくりしていたらね、それは勝てるわけないよねっていう、まあ、そういう考えのもとというかね、まあ、今、大きな企業、 アマゾンとかもそうだし、マイクロソフトとかね、アップルとか。創業当時は1日16時間とかね、働いてたっていうふうにまあ言われてますけど、まあそれと同じでとにかくやっぱり働く。だから仕事を好きになるっていうのはすごく大事だし、仕事好きにならないとね、やっぱ長時間働くってのはきついと思いますし、まあそれが一つ言ってたのと、もう一個はですね、そのいわゆるそのもう一人の自分を殺せって言ってるですね。このもう一人の自分のことをこの本の中では、 リトルビッチっていうわけで言ってるわけですね。まあ、かなり英語だとね、えー、汚い言葉になるんですけど、ね、キルザリトルビッチっていうふうに言ってるわけです、まあ。クソ野郎を殺せっていうふうに言ってるわけですね。このクソ野郎が自分に対して甘い言葉をかけてくるわけです。さっきみたいに、ね、今日一日ぐらいね、YouTube 見てダラダラしてもいいよみたいなふうな甘い言葉をかけてきてそれに乗ってしまう。でそれを毎日毎日繰り返して結局、まあ、成功はつかめない。 対して人生がいいい方に進んでいかないやっぱりこれをちゃんとコントロールできる人っていうのが成功できる人だと思うんですね。なかなかそんなにね、頭で考えたら簡単にできそうですけど、これを本当に実行に移せる人って少ないと思うんですよ。人間ってどうしても目先の快楽に流されてしまって、楽な方に楽な方に、ね、流れてしまう。だからビジネスをやる時っていうのも、こう、めんどくさいな、今日やりたくないなって思ったら、 なんやかんやいろいろ理由をつけてそういうふうにこうやらない、サボるっていうふうに、まあ、えー、自分の自身をね、説得してしまうわけですね。で、それを説得しているのがさっきの、まあ、この本の中でいうところのリトルビーチですよね。クソ野郎がそういうふうに言ってくるわけですよ。でももう一人の自分だから、言ってみればまあ親友だったり家族だったり、まあそういう存在なわけですね。だから相手というか、向こうは自分のことを思って、 いいよいいよ、こんだけ頑張ってんだからたまには休みなよみたいな感じで、まあ優しい言葉をかけてくれるわけですね。でもその言葉に乗ってしまうことは実は自分のためにならなかったりっていうのがあるわけです。ビジネスをやっていて、ちょっと停滞期に入ったりとかね、モチベーションが下がるときに、なんでこんなことやってんだろう、本当に意味あるのかなとかね、本当にこれは自分のやりたいことなんだろうかみたいな迷いが生じて、そこで行動のスピードが落ちてしまったり、人によっては もうい,いややめようみたいな感じでやめてしまう。それも結局もう一人の自分がそういうふうにいろんなことを言ってくるわけですね。本当にそれってあなたのやりたいことなのとかね。それ本当にやらないといけないの本当に今お金に困っててそれやるべきなのみたいなことをいろいろ言ってくるわけですね。で、自分自身の本心としてはできればやりたくない。まあ本当に心の底からね、今やってる仕事が大好きっていう人はそうじゃないと思うんですけど、ほとんどの人はやっぱりできればやりたくない。めんどくさいことはやりたくないわけだから、 まあそういう自分を正当化してくれるというか、やらないっていう状況を生み出してくれるような甘い言葉には乗ってしまうわけですね。いいよ、別にやんなくても。別にそれ、ね、ビジネスなんかやんなくても、今生活できてるんだし、自分幸せじゃんみたいなこと言われると、あ、そうだよね、そうだよねって言って、じゃあもうやるのやめたと。こんな自分の時間使ってね、本当に成功できるかどうかもわかんないし、毎日毎日ね、例えば睡眠時間削って、ね、し振動を思いしてみたいな。 そこまでししててやる意味あんののかななみたいな感じで、でその言葉に乗ってしまう。でも、後々振り返ってみると、やっぱりあの時やっとけばよかったみたいなことをまあ繰り返してしまう。だから、このもう一人の自分を、まあ、この本に書いてある通りに言うならば、殺さないといけないわけですね。それってすごく大変なことだと思うんですよ。長年ずっと一緒にいた自分で、しかも自分にとって、ね、都合のいい言葉をかけてくれる存在。 しんどいな、やりたくないなっていう時に、いいよいいよやんなくて、普段こんなに頑張ってんだし、とかね。今日ね、こう残業とか、例えばね、サラリーマンとは残業とかあって、ね、疲れて帰ってきてんだから体休めないよとか、そういうような言葉をかけてくれたら、ついついそれに乗ってしまう。で、その結果として、何もできずに一日が終わるみたいなね、ことになってしまうわけなんで、そこをうまくこう切り離すというか、このクソ野郎といかにね、こう、 決別すすするるかっってていうのがすごくく大事になってくるわけですねだからツールとか、ね、スキルとかっていうのはその後の話でそれ以前にそういう自己管理がちゃんとできてないと多分うまくいくことはないと思います自己管理ができなければやるべき時にやるべきことができないのでやっぱり、ね、いつもサボってばっかりで先延ばしを繰り返してとか それこそ今これ2024年のね8月に通ってますけどじゃこの8ヶ月間でね自分が何やったかっていうと何もやってないみたいなほとんどこの年始と今の状態が、ね、変わってないんだったら多分やってこなかったわけですよでなんでやってこないかっていうと、まあ、そういういろんな理由ですよね自分にとって都合のいい正当化をねもう一人の自分この内側のクソ野郎な自分がいろんなことを言ってきてその甘い言葉 に乗ってしまうから何もできななかったったていう風になるわけですですも成功する人っていうのはそういう甘い言葉に惑わされずにまあ、えー、それでもやるっていうねことをするからそこに差が生まれるわけであってだからやっぱりこの自分を管理できる能力を磨くっていうのは特に起業するっていう点においてはね大事なんですね会社に所属していれば会社が全部指示をくれてその通りにやってればいいんで しかもそこに必然性が生じる。働かなかったら会社から給料もらえないとかって必然性が生じるから、そういう自己管理能力っていうのはね、そこまで意識しなくていいかもしれないですけど、僕たちっていうのはね、全部自分で考えて自分でやんないといけないし、何をやるかっていうのは自由に決めれる。その分、ちゃんと自分で自分を管理できる能力がないと、どん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 堕落した方にね、進んでいってしまうみたいなことになってしまうわけなんで、やっぱりこの企業を成功させるための必要な、まあ、スキルというかね、 ものの一つとして、この自己管理、それは感情のコントロールも含めた自己管理ですけど、そういったものを身につけていくことがすごく大事で、やっぱりその、みんなね、わかりやすい、なんかそういうノウハウとかね、ツールとか、そういうものばっかりをね、意識してしまうんだけど、その前提ですよね。根本の部分がちゃんとできてないと、おそらく成功はできないので、そういうもう一人の自分、この、内側にいるクソ野郎を、ね、殺すっていうね、 ことができるようにならないとちょっと難しいじゃないかなというふうに思います。